あら、またお会いしましたですね。あ、本当に不思議ですわ、お会いすると続いて。本当にそうですよ。僕は笹尾山の団地に移ってからは4年間ずっとこのバスですからね。じゃあ私が早かったり遅かったりで時間が一定しないからかしら。お勤めですか？ええ。お父さんはお元気でしょうね。いえ、死にました。千倉から前橋へ変わって役所を定年で辞める前でしたから、昭和29年の冬でしたわ。そうでしたか。そんなこともありまして、私前橋も印象深いんですけれど、やはり千倉の方が。中学生の一番感じやすい時でしたからでしょうね。古い柳が並んで、町のどこでもかすかに潮の匂いがして、坂下町と中里町の間に小川があって、その先に何て言いましたっけ。え、あ、そうそう、ほら、潮入りってバス停がありましたでしょう。あなたのお父さんの感謝、ちくらじゃ珍しい洋館でしたね。ちょっと行くと漁業組合、いつもいっぱいお魚が干してありましたよね。その前を小川が流れていて、突き当たりが酒屋で、その角を曲がると浜島さんのお店が。お母さん一人でいつも忙しそうに働いてらしたわ。迎えに来てくださったんですね。あんまり遅いもんだから、夜道は物騒だし気になりまして。ケンちゃん、何してんだ。ブランコ。ブランコ。一人で大変だろ。よし、おじさんに手伝ってやろ。この子はまるで俺を無視している。
決して懐こうとしない。不思議な子だ。いや、自分にはこの健一の気持ちが実によく。一つだけ好きなところがあった。